はい、というわけで、今日はですねボッシュさんですね、ボッシュ渋谷本社に、来て向かっております。今ちょうどこれですね、ボッシュカフェという一般の方向けにカフェも開いてまして、ここにちょっとお呼ばれしましたので遊びに来ました。あ、ちょっと担当さん待ってますね。行ってみましょう。お願いします。レーダー墨田式。そうですね、はい、まずはちょっと簡易的な墨田式がクロスにラインが出るやつです、ね、ああはい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 、これが今 GLL30G っていう商品で、はい、出てたやつなんですけども、うん、あと新しくですね後継で、あそういうこと、あそう僕が知らないだけだ、これあったんですね、もともと。そうですね、そういうことだ、はい、はい、で他社さんとかで赤いライン、はい、ありますあるんですけども、これに関してはグリーンレーザーっていう形になります。新しい GLL50G。 そうですね、 50G になります。はい、はい、でクロスにラインが出るので、うん、はい、例えば今お持ちの墨田式があって、はい、それのちょっとサブ的な形で使われることが多いかなというところですね。簡易的にいろんなところで使えるっていうのが一つ大きな特徴になります。はい、はい、何が違うんですか？ちょっと一回り大きくなって。そうですね、このライン自体は、はい、出方も同じなんですけども、うんうん、一つ大きな特徴としてですね、はい、実は我々もはい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 、距離系の電池。そうですね、リチウム電池、リチウムイオン電池、はい、はいはいはい、そう今回、うん、こちらの新しいものに関してはこれはありがたいですね。そうですね、まあ、電池としても使えますし、はい、またこれで一機種増えるわけだ、はい、電池蓋にリチウムイオン電池がこうドッキングしたやつで、はい、USB-C で充電して使える電池、ね、はい、あそれが使えるようになったっていうことですね。そうですね、あそれが OKOK 使えるようになりました、はい、あこれも特徴の一つだ。スイッチ一つで簡単そうです。地上から約3センチの高さでぐるっと、ぐるっとじゃないですね、正面だけズバッと出せるレベルということだ。IP55 だ、強いですね。まあ、こちらについてとりまリチウムバッテリーは別売り、はい、 OK です。 C になります。わかりました。はい、じゃあお願いします。 CRL600で一応この商品なんですけれども、ここ見ていただくとですね、まあ、もちろん水平、出せるような形で半径300m まで、はい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 、まあ、土木関係とかでも使われるやつなんですね。今これなんで PP になったかっていうと、はい、実は誰かが作業中にぶつかったり、うん、ちょっとずれた時に、うん、あえてもう止まるようになってます。はい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 、そこでこれ OK っていうふうにしないと回り始めないような機能が入ってるような。で今これが水平探してるぞ探してるぞですね。水平探してるよ。こんな画面のついてるのを見たことない。そうなかなかないですよね。だからすごい分かりやすいですね。今何してるかが分かるのがマジありがたい。そうです。で一応これね X と Y ってありますので、はい、水平だけじゃなくて、うん、例えば水勾配、はい、で X 軸と Y 軸、ああ2種類こう角度つけて出せるような感じになってます。はい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 、はい、ですのでそれもですねこれすごい楽なのがこのアプリですね、うん、アプリなんです。このレベリングリモートっていうのがあるんですけど、アプリむっちゃありますね。ボッシュさんアプリいっぱいあるんですよ。つながるっていうところがちょっとポイントなんですけど、でこれで簡単にですねこういう勾配とかも例えばね X 軸を少し角度使いつけたいとかっていうんだったらもうここに 2.0 とかっていう風な形にしてで適用するっていうすると今反応しましたね。反応しましたんで見てもらうとですね少しね角度ついたような形で出ます。これ見てもらうと向こうちょっとこう、あーこれはねカメラの故障じゃないんですよ。今どうなんだ。これでいくとどこが高いかって言われたら2ぐらいじゃちょっと私の目では分かんないんですけど、ちょっともうちょいもうちょい、はい、ちょっと X 軸を 5.0 にしますね。何パーまでいくんですか？これ 8.5% で 8.5% っていうと大体角度で言うと5度ぐらいですね。相当ですねぐらいまで
出る。でそれが二軸に出るので、二軸って意味が分かんないんだな。今こうすると、今分かりやすい。あの電気消します。はいはい、電気消します、すいません、ごめんなさい。で、あ、今完全に斜めですね。そっちが5% 下がってる。下がってるっていう、これ下がってますよね、こっちね。ああ、下がってますね、斜めにこう下がってる。ただ Y 軸は水平なんです。何が Y 軸って、ちょっとごめんなさい。 Y 軸っていうと、この軸、このあこっち方、そういうこと。なので、まあ、意味的にはこういう感じで、こっちが水平で、こっちの X 軸が5度、あ、5度っていうか 5% をついて出るような感じになってますよね。ああ、意味分かった。え、これすごいっすね。この勾配が取れるので、はい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 。でこれ例えば、まあ、一緒にこっちの Y 軸も取ると、例えば水が一箇所に流れるような。ああ。この状態だと水は、まあ、向こう行くっすよね。水に流れるよっていう感じ。面で行くっすよね。で今、あ、ごめんなさいね、あっちも水平ってことですよね。あっちも水平です。あ、オッケーオッケーオッケー。なので水はこうビャーって行くんですよ。行く。で例えばこれで Y をまたちょっと変えると、あ、これは分かりやすい。なるほどっすね。でこれはね、このアプリでできるんで、わざわざここに行って、こう、まあ、ポチポチポチって押すのもいいんですけど、ですので、おー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 おお、これ X と Y ってこのレーザーに書いてあるんですか？書いてます、書いてます、ここに、ここに X 軸、Y 軸。あー、わかった、わかりました。意味やった。いや、回転してんのにどういう意味だろうと思ったら、だから軸がこういう感じとか、こういう感じで、そうっすよね。足の長さをこう一箇所だけ高くしても、こいつが勝手に調整しちゃうから。そうです、そうです。なるほど。なのでこうすると、あの結構こう、例えば駐車場とかで水が一箇所に流れるような形で出すのが楽になる。はい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 。そうすると、あ、本当だ。今これ超えてるかな。こう見ると右上だけ高いですよね。でこう見ると左上だけ高くなってて、今向こうが一番高いんだ。そう、水がこう今僕に向かって水が流れてくるんですね。もし、もしあるんだったら。あー、すごい。へーっていうのがこうアプリでできるっていうのがポイントと、はい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 、あと例えばこういう、まあ、いっぱい作業員がいる中で、はい、光が全部こう入ってると、うん、自分は何、例えば向こうの面だけ見たいの、はいはい、これも、はい、実はですね、このアプリで、はい、このマスクモードっていうのがあるんです。はい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 。でマスクモードっていうので、例えば後ろを消すと、うん、こうするとこれだけ消えるような感じでできるんですね。まいったね。なるほどね。こういうふうにすると、はい、ここだけ消えてますよね。消えてる。なので、まあ、向こうにいる人には迷惑かけないように、かけないような形でできるので、この辺をすごいぞこれは。まあこれで適用するとこれで全部ですけど、はい、まあここを45度こういう風な形で、うんうんうん、まあ置く位置によって半分消せるよと。例えばこことここを消すと、ここだけ消える。これに関してはもうすぐ反応しますね。はい、まあやっぱりね、あのね、あの軸変えるのにちょっと時間かかるんです。はい、これだって回してますよね。だ向こう行った瞬間だけ消してるってことですよね。そうです、そうです。頭いい。で、あのちゃんと光が当たってるとこは自光器も使えますんで。そうですね。で、はいはい、まあ、あのこっちが当たってないとこは自光器ちょっと反応しないです。うんうんうん。あー、オッケーオッケーオッケー。そういったところが強いっていうところですね。あ、ここにも出てるんだ。これは今アプリを使わないとできない。マスクモードはアプリを使わないとできないです。ただここの、 あの軸のこういうところを変えるのは、まあ、ボタンでできるんですけど、これボタンできるんだ。ボタン何回も押さなきゃいけないです。あ、まあ、ちょっと大変だけど、そうそうそう、まあ、やる気になればいいですね。やる気になれば、なるほどね。もうスマホあるんだったらもうスマホを使った方がいいよっていう。これはやばいですね。はい。え、アプリ連動できるローティングレーザーなんて他あります？どうですかね。なかなか他のメーカーでは、ね、あんまり聞かないですよね。聞かないですよね。はあ、い。なので、まあ、ちょっとその辺が進んでると。進んでるわというところと、あとこれすごい頑丈なんで、はい、例えばこう現場でこう、おお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 お
サッカーしますか。これすごいですね、マジで。はい、ごめんなさい、おっしゃ、僕は全然大丈夫。僕倒れると思わなくて、僕全然大丈夫です。失礼しました。あ、痛い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 。じゃあ、これください。これください。買っていただけると買っていただけると。あ、すごいですね。そうそう、これで全然いけます。はい、これでも大丈夫ですね。おー、はい、今ちょっと出ました、腰を押して。これはごめんなさい、今のって三脚の上から倒すのって保証あり？保証はない。ないですね。保証はない。それない。でもまあそれぐらい強いぜっていうところを見せるところを見せる。はいはいはい。うわ、これ、今の公式やったら大丈夫かな。まあ今あれか、保証はないですって入れてみますか。ただ大木田さんに倒れちゃった。それはあれです。お金たくさんもらいましたって貼っておきました。そういうパターンが、はい、あ、すごいすごいすごい。そうそうそう、なるほどね。これまだマスクが適用になってますね。なってますね、はいはいはい。あとはこれ、うん、IP68 って言ってですね、え、マジ？水、その IP 規格でいうと水の中にちょっと入っても大丈夫な規格なんです。まあ、本当の完全防止ではないですけど、大体他のメーカーで IP6667 が、うん、67でもいい、68なので完全なので、はい、結構ね、やっぱり雨の中でもね、はい、こういうのやつね行って結構効くのは聞くというかあれですけど、次の日とかにね、この中に水が入っちゃって壊れちゃうとかっていうようなのはよく聞くんですけど、あれもないんですか？ IPIP ってよく歌うじゃないですか、うん、で例えば IP って歌ってても中でこう湿気が上がる、湿気が、まあそれはただ少しその68までいってないよ、完全な、あ、68までいってるとそれも大丈夫なんですか？68までいってるとそこも他のやつよりはいいです。なるほど。なので、まあ、例えば下にありますけど水ペアッとかけてもらっても全然問題ないです。後で見せください、はい、じゃあこれ雨の中で使いたいですって言ったらどうぞ使ってくださいまではいけない。雨の中って実はこれレーザーなんで、はい、雨でうまく出ない場合がありますので、まっすぐ出してるのに、そうそうそう、まっすぐ出してるのに反射、うんうん、雨の中で、はい、やってる、こう、なんつうんでしょう、まあ、反射したってうまく出ないっていうような場合があるので、精度的にはね、あんまり保証できないような感じなんですね、雨の中の作業っていうと。ああ、なるほどですね、うん、光がじゃあ、例えば、ここに見えてるじゃんって言って見えたときに、実際はここじゃない可能性もあるんですか？ああ、なるほどですね、はい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 。これ雨の中ではやっぱりね、うんうん、しないでくださいっていうのが正しいんです。なるほど、あ、オッケーオッケー。他のメーカーさんに比べて、はい、非常にそこは強いよっていう。なるほど、じゃあ雨降ったしまおうって言えば他のメーカーよりは安心だみたいな。ああ意味分かった、 OK です。68っていうと結構すごい、ちょっと初めて聞いた数字ですね、うん、はい、はい、おーすごい、はい、これ今6、今6、はい、で6外してもらってこうすると、あ、18だ、はい、オッケー。この高さ的に、何アンペアまで？これ8アンペアまでいきますね。8入るんですか？入るんですけど、うん、ちょっと出すのが あ、確かにそうですね。なので6、バイターボのでかい電池入っちゃうんですか？12は入んないですね。あら、12だ、うん、そかそかそか、8までだ、8までだ、あ、オッケーオッケー、わかりました、入ります。あとはもう単一の電池が4本使えて、どうやって入るんですかその場合？それね、単4電池の場合、あ、ボックスがあるんだ、そうです、あ、これです、なるほどね。ちょっとこれ暗いままです。あ、すいませんでした。はい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 、オッケーです、いただきます、はい、ありがとうございます、はい、わかりました。こんなことする営業マンいないっすよ。大丈夫？まあ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 、本当は水道させない。これぐらい強いぞってことですね。本当は水道させて問題ない。はい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 。ちょっと今水道させる容器がないので。はい。なるほどね。もちろん水没させっぱなしはダメです。はい、はい、うわーすごいわ、洗っていただきます。いかついデモンストレーションですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと、はい、あ、そっか、今は水の振動で動いてなかったってことだ。そういうことですね。あー、オッケーオッケーオッケー。バレずに問題です。さあ、とんでもないことになってまいりました。緊急だ。さあ、誰が責任を取るのか。電源入りっぱなし、ロック状態、オッケー。大丈夫ですかこれ。公式が普通やらないやつ。わあ、すごい。ちょっと 入ってるか見ましょうよ。入ってるか。でまだ電池ボックス開けたら危ないですか。あ、拭かないとダメですね。一回拭いた方がいいですね、はい、これでも強いと。ただあと回る。あ、なるほど、そうですね。これで、あー、大丈夫大丈夫大丈夫。ああ、みんなでよかったって言ってますよ、営業マンみんなが。すいません。大丈夫です。大丈夫ですと。素晴らしい。完璧ですね。このデモンストレーションはやっちゃまずいですよ。まあ今一生懸命濡らしていただきましたけれども、もちろんあのこれでね使っていいっていう動画ではありませんので、そこだけはあのご理解いただいて、これぐらい強いぞというデモンストレーションですね。え、修理もボッシュさんでやってるんですか。はい、もうお預かりして。あ、一切入ってないですね。はい、バッチリでございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。